カーディオディクティオンは、約5億年前のカンブリア紀に生息した、ハーシ動物の一族。たくさんのアーチ状の甲側と足を持つ、中国の墨エ動物群で見つかった、カーディオディクティオンカタナルという一種の実によって知られる。学名、カーディオディクティオンはギリシャ語の、カーディアと、ディクティオンの合成語。模式種の種称名、カタナルは、ラテン語の、カタヌラに由来し、 一連の甲側の並び方にちなんで名付けられた。中国語は心ム虫と呼ぶ。体長約3センチメートル。丸い頭部の左右には1体の単眼、覆面には触手状に特化した2体の付属子を持つ。残りの長い頭部は25節の同期的な動説が含まれ、これは知られる。ハーシ動物の動説数の中では最多である。各節の背面には、 甲側、両腹面には一体の端を持ち、銅節の間は関係の筋に分かれる。ひまわりの種の形に似た左右一体の甲側は、背側に向けて融合しており、一枚のアーチ状の構造体を成している。甲側は円に沿って反り上げて、蔵のように凹凸している。角銅節の細長い足は関係の筋に分かれ、 それぞれの先端は一体のカギ爪のみを持つ。多くのハーシ動物と同様、反接触動物におけるカーディオディクティオンの系統的位置は不確実で、系統解析によっては、憂メ動物の初期系統に含まれる、もしくは独立した別系統の、反接触動物とされる。一部の系統解析では、本属は、ハルキゲニアや、タナヒタなどに類縁とされ、共に、 ハルキゲニアカニ分類される。ありがとうございます。